ハローケン。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本由志です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、カウントしてないですけど、7番目やと思います。ということでですね、今日も引き続きですね、ナビズ君と久里君に来ていただきまして、視聴者の方の質問に答えてきますという、そういう回をですね、無限ループに入った状態でやらせていただいてます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。質問の方は読み上げさせていただきます。自分もクリエイティブな仕事をしているのですが、ゲームを作る際に誰も考えたことがないようなゲームシステムやアイデアを一から考えるのと、すでに考えられたゲームシステムなどの完成度を上げる、もしくはそれらを自分流にアレンジして仕上げる、どちらかを選んでくださいと言われた場合、どちらを選択するのかぜひお聞きしたいです。新しいことを考えるのか、既存のシステムを改善するのかですね。お願いします。新しいの考えたいです。ですけど、アイデアって思うにそんな本気のゼロからってないってことないですか？ないです。なんかいろんなこう要素があって、それを組み合わせてみたり、ひっくり返してみたり、改良してみたりして新しいアイデアに結果になる。それは新しいって言っただけですね、と思います。なんで最初に新しい方がいいって言いましたけど、そんなに明確に区別はないと思ってますね。僕はカプコンに入ってから割とオリジナル作れっていうのをすごい求められたっていうのが多かったんですけど、僕が考えると好きじゃないなっていうのがあって、やっぱり作ったことあるものをシリーズも作ったりとか改良したりする方が好きなのかもしれないなと思います。僕は変えなきゃいけないとか変えるけど、変えなくていいところ変える必要ないと思ってて、まあ 95% の作って言ってるけど、ほぼほぼ同じよ。うんうん、ほぼほぼ同じで、改善も基本しないです僕は、95% まんまそのまんまパクってくる、で 5% だけ、いやここはさすがに無理ですよ、構成と面白くなりません、ここ不満ですよっていうところだけは手を入れて、でもそれをベースにしてる、ポンちゃんが言ってる、何かをベースにしていじくって、結果こうしたら面白くなりますよねとか、こういったら処理がなくなりますよねっていうのは何かのベースがあってやってて、01という一個言い方をするけど、本当の意味ではそれは全くやってないですね。やれないと思う。ないと思う、世の中でそんなに。火がないところに火を起こしたとか、みたいなことをね、言うたら。まあ、あと、岡本さん以外のクライアントさんは、必ず自分の中にビジョンを持ってるんですよ。実はこういうの作ってくれって。持ってんのに、自由にどうぞとか、俺じゃなくて。最初だけね。って言うから、ゼロから作ろうとすると、いや、そうじゃないんだって。任すよって言った言葉は社交辞令で、そうそうそう、なかなか気づけなくて、すごい真面目に本当とかやっちゃったっていうのは失敗だなと思いました。なるほど、そんなわけですね。3人ともあんまり新しいことに固執してないんですよ、必要性があったら新しいことをします、既存のものは、まあ、利用できるものは全部利用しますということですね。正直なところこんなところじゃないかなと思ってますけど、ね、アメリカ人大好きでしたよね。アメリカ人の作るもの好きだったりとかします。ああ好きですね、アメリカ人の。すごい独創性があるものが多いじゃないですか。まあ、今はそこでもないですけど、昔は特にパソコンがまだ全盛期だったと思って、どっか一点なんか命をかけたゲームは結構多かったじゃないですか。あった、多かった、多かった。バランスのいったことなんもないよね。そうです、そうです。そういうのはやっぱりすごいなって思いましたね。それはすごい僕がポンちゃんから影響を受けたなって、まあ、こういうことを言ってるのかって。お聞きになられてるユーザーの方は、そういうの求めてるかわかんないかもしれないけど、まあ、昔のあたりのゲームとかね、そういうのを見ると、あーって。全部に全部プログラムの容量使えないし、そうなんです、ちっちゃい容量の中で1個しかね、1点1個しかできなかったから、時代が。仕方がない時代だったけど、それでもバランス取ってないんだよね。そうなんですよ。その他のことほとんど無視してるんですよ、ね。で、バランス全く取ってないんでね。あそこが僕には理解できなかった。ポンちゃんそれがすげえって言って、できてないとこ無視して遊んでたり。そうです。そうです。僕はバランスが取れてない時点でやるのが嫌だったっていう。分かります。それも分かります。3D になりましたとか言って初めてね。で、車がこう、ってこういうループするコースがあるわけよ。ある一定時の速度がその手前のところのコースで出てないと、これ回れないわけ。だけど回したいわけ。でも回すことしかないわけ。でもここでもうスピードがコーナーが出たときに出てなかったらもういけないわけ。それでもゲームにしてたりとかするんだよ。でこれもうハマってるやん。ハマっちゃうんですよね。それそのまましっかりしてたりするわけ。ちょっとおかしくないですかみたいな。いやおかしいです。そんな普通にやるんだよねあいつらも。そうですね。すごいな。僕はそのすごいなってそのいい意味で言えなくて、こっちで怒っちゃおうかなと思ってその酒すんでたんですねその当時。でもその技術だけを見ると面白かったりとかね。まあでもカプコンはグラフィックがいいっていう絶対的信頼感があったから、あのハードでも成り立ってたよね。
ストゼロの時のハードなんて言うたら CP2 の時代に CP1 で作ったわけやんか言うたら1世代前のプレイステーション3の時にプレイステーション2とか、うん、プレイステーション2の時にプレイステーション1のゲーム出すみたいなもんよ言うたら ね、 そうですね。でその時代のやつで真っ向勝負できてたもんね、うん、あのグラフィックのポテンシャルを信じられたから、うん、あれはでも安田明があの世界を作ってくれたんだろうなと。まあそうですね、はい、だからもうみんなそれにこうなぞらえて勉強したじゃないですか、うん、だから基本的に外れがないんですよ。パターンが書いてきたらもうこちらから指示しなくてもほぼ5割ぐらい終わってるんで。スト3の時すごかったもんな、絵見たら、うん、ドット絵が完成したんだなと思ったの。あれより先はもうないなと思った、うん、むちゃっとしてるもんね。めちゃめちゃむちゃって動いてたもん。サードの時はとかだいぶ間引きまして、あのむちゃっとしてるのが良くないと思ってたので、そうそうそう、ゼロはマビックしかなかったから歯切れがいいゲームだったのもあるんでね、うん、実は新しいことに挑戦してるとかしてないとかっていろいろ言い方するけど、うん、結果元に戻したりとか結果不便な方が面白かったりとかっていう、それがある世界やからゲーム作るって一概にねこれがいいとあれがいいとかって最初からこう決めてかかるのも難しいなと思って、うん、あとこれ余談ですけどストリートファイターの2のシリーズがわーっとあってストリートファイター3になってみんな客が離れてたね、1回スト3出来が悪いとかっていろいろ言われたいけど、うん、スト2って完成って言われてるスーパーセルタルカ 2X まで、ね、うん、何作作ったと思ってるで何回やり直したと思ってるわしらっていうことやんか言うたらね、それをストリートファイター3は言うたらスト2とかスト1とかいうポジションなわけやんか、そっからいじって良くなっていくんやんか、うん、スト2のいじり倒した後の最後のやつと今から出しますって新しいやつと比べられても困るちゃ困るかもしれないね。客はそれは関係ないって言われたら関係ないし、理解する必要がない言われたら仕方ない話だけど、僕らは別にそういう目でスト3を見てはなくて、一番最初のスト2です、当然この人が強いですみたいな、ああありますよねっていうぐらいの感じで出してて、まあ、続編で2発目3発目に対して皆さんが高く評価していただいてると思うんですけど、今でも大会があると言われるからね、うん、と思うんだけど、これを理解してもらえなかったのは本当にちょっと寂しかったな。ちょっと時代が早すぎたのかもしれないですね。でもあれより遅くにドット絵が描けんそうそうそう、あのドット絵もう描けん、今でも多分誰ももう描かない、うん、多分フルポリで作って小回りして AI でドットに直す、うんね、それやったらできる、できるんだね、うん、それ以外の方法でドット絵にならないです。何なのためにドット絵にしたんですかと言われるかもしれないけど、でもその方法ならできるよね、うん、多少こう誇張してこの時ちょっと拳を大きくしましょうとかっていうのをやればできるかもしれないけど、あれをドット絵から方眼用紙にこう線引いて色塗ってみたいなからやればもう無理もう無理です。でもあの時にはもうだいぶテレビのアニメーションのアニメーターに近いくらいかけちゃって、あの秋丸がやってたあの技術が分かんなくて、紙を重ねてて、紙をパッ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 って紙を一枚ずつ落とすみたいなね、パッ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 って、あれで落とすので、この絵が、って動いてるのを何回もチェックしてたんでね、あれ、アニメーターの技術だよね、たぶん。あ、そうそうそう。あれ、ちょっと感動したんだよ、俺。あの早技を、秋丸子はどっちかというと不吉じゃないか。なんだけど、あの作業はすごい天才的に上手だったんだよね。斜め上からこう肩越しに見てる時のアニメーション本当に動くんだよね、うん、わーっとあれ感動したなぁ。あれと方眼用紙を画面の比率に合わせた方眼用紙を作ってくれたのがすごい神がかってて、はい、あれ秋丸の発明だと思う、うん、正方形だし、ね、絵を描いてて、うん、正方形じゃないんで、あのドットって長方形なのね、で何対何もの長方形かを計算してできるだけ正方形に近い比率にしましょうみたいなのをやったんだけど、それでも正方形にならないからじゃあならないんだったらその比率の方が用意して書かせてくださいっていうのが秋丸の話でいいよって印刷して、まずはあれ用に作ったんですよね。そうそうそう、でそれみんながドットアンドに打ち始めて、あれよかったなぁ、あれがあったおかげで絵の質は上がったと思う。他社さんのなんてさ、ドット率関係ないのにわざわざ回転機を使って回転させたり、ドットアレルのにさ拡大したりとかして、ちょっと拡大と回転が羨ましかった。羨ましかったけど、羨ましかったです。でも結局あんまり使わなくなっちゃった。あ、そうそうそう、結局あの見た目が良くないんで、うん、でも拡大するってかっこよかったな、場所が大事に。あと画面いっぱいにこのスプライト、僕らはオブジェクトって呼んでたけど、オブジェが出るのええなって思ってたら、ちっちゃい方さ、ねえから。という、全然関係なくなっても、普通
そういう質問からこんな話になったっていうのもよしとそれでもらおうかなというわけですね。今回もダラダラとですね、3人の昔話を花咲かして喋ってしまったので、これぐらいで、終わりにしてみたいと思います。また続編見てください。ということで、また会いましょう。バイバイ。